発達障害という才能を伸ばす。どうも、発達障害カウンセラーの和樹です。本日は、発達障害の人が貧乏を抜け出すためのお金の知識基礎編ということについて解説いたします。以前こちらの動画でお話ししたんですが、アスペルガーや ADHD など大人の発達障害を持っていると、とにかく貧乏な方が多いですよね。仕事が続かないし散財をしてしまうなんてありますよね。もちろん稼ぐことが美徳でもないですし、お金が全てなわけではないですが、嫌な仕事を無理やり自分の体に鞭打って頑張るなんて嫌じゃないですか。何のための人生ですかって思いません？発達障害を持った方の中には、もう薬を飲んで自分の体に鞭打って生活のために働いてるなんて人いっぱいいるんですよ。実際僕自身も20代の頃はもういろんなアルバイトをして何とか生活費稼がなきゃいけないって苦しんでいた時期が長かったので、今回は今後あなたがお金に困らないようになるためにお金の基礎知識について優しくお話しいたします。実際僕も今日お話しするお金の知識をもとに自分のビジネスを持ったり起業したりとかってことができるようになりました。今後あなたが向いてない仕事を辞められるようになったりとか、貧乏を抜け出すための手段が分かりますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、貧乏を抜け出す方法の前にお金の使い方についてお話しいたします。これが分かってないと、いくら稼いでもあなたは貧乏から抜け出せず、嫌な仕事をし続けなければいけないので、超基礎として把握しておいてください。というわけでざっとお話ししてしまいますが、お金の使い方には浪費、消費、投資の3種類があるってことをまず覚えてください。真ん中の消費とは生活をする上で最低限必要なものです。例えばお腹が空いたのでご飯を作ろうと思った時、スーパーに食材を買いに行きますよね。これは日常で必要なものなので消費です。他にもやっぱり住所がね、家がないと困りますから家賃を払う、これも消費ですよね。ただ例えばそのスーパーでちょっと甘いもん食べたいなとか、たまたま電気屋さん行ってちょっとスイッチのゲーム買っちゃったんだよねとなったら、それはあくまで贅沢品ですので浪費になります。他にもブランド物の服とか食材においてもやたらと高いものはここに入ります。そして最後の投資というのは、お金を生み出すためにお金を使うってことです。投資って聞くと、株とか不動産っていうイメージありますけども、そんな大げさなものじゃなくて大丈夫。例えば情報を知るための本って投資ですよね。他にも動画編集するためにパソコンを買おうっていうパソコン代も投資になります。以前、金持ち父さん、貧乏父さんという不動産王が書かれたお金にまつわる本を要約したんですが、その中でも貧乏人はお金を浪費や消費にばかり使うと。そしてお金持ちになれない中流階級の人間は浪費を投資だと思うっていうふうに言ってるんですね。例えばローンを組んで家を買いましたとなった時、それは投資でしょうか、消費でしょうか、浪費でしょうか。会計的には資産と換算しなければいけないんですが、毎月毎月ローンを払い続けなければいけない、そしてそのローンのために仕事を辞められない、それって人生積みですし浪費でしかないよね、なんて話がその本には書いてありました。そう、もしお金を持っていたいのであれば、自分が使うものが投資なのか消費なのか浪費なのかということを自覚することが一番大事になります。もうこれ分かってないと、稼いでも稼いでもお金はどんどん出ていくし、支出が固定されてしまうからこそ嫌な仕事しなければいけないなんてことになってしまうんですね。だからこそ消費は最低限仕方ないにしても、浪費を投資に回すんだということを意識してください。だって車屋さんと不動産屋さんと銀行のために人生使って働いてるって感じだよね。だからこそ貧乏から抜け出すためにまずは支出を抑えてください。特に下げてほしいのは浪費はもちろんですけども、固定費というのはなるべく下げてください。先ほど言ったローンとか家賃ですね。マジでこれ抑えないと一生嫌な仕事し続けます。僕は普段発達障害の人というのは才能を伸ばしてその特性に合った仕事をしてくださいねと、でなるべく自営業がいいから副業からでいいからちょっとずつ仕事やっててくださいねみたいなお話してるんですが、もう今月お金が必要ですってなったら、その勉強のための時間じゃなくてとりあえず残業するみたいな感じになりますよね。その瞬間は心が落ち着くかもしれませんが、10年20年30年35年と不平不満を垂らしながら自分に合わない仕事をして怒られ続けるなんてことをしなければいけないので、本当にね、
ローンは組まないでほしいんです。他にも先ほど申し上げた浪費ですね、贅沢品は過度なご褒美といった自分の感情を満たすためのお金というのはなるべく抑えてもらわないと稼いだ分出ていってしまいますので、ぜひ自分のコントロールというのをしていってください。具体的にはこちら依存症の動画で、買い物依存症の人がどうやったら抑えられるのかというお話ですとか、我慢するのにはどうすればいいのなんてね、動画説明欄に貼っておきますので合わせてご覧になってください。そして貧乏から抜け出す方法2つ目が稼ぎを増やすということですね。まあ当たり前の話ですね。まず支出を抑えて、そこから稼ぎを増やしていくと、出ていく分が少ないからどんどんお水のようにお金が溜まっていきますよね。でここでやってほしいのが投資なんですね。お金を増やすためにお金を使うってことなんです。いやもう株の知識とかないよってね思う方いらっしゃいますが、これはお金だけじゃなくて時間も投資してほしいんです。例えば先ほど言った自分のビジネスを持つために勉強する時間とか、とりあえず大きく独立とかはできないから副業から始めるみたいなことですね。例えば僕の YouTube なんか見てもらうと分かりやすいんですが、ぶっちゃけ YouTube で全然稼げてないんですよ。でも毎日投稿して時間と労力を使うと、それって自分の時間を使って今後大きくなるようにビジネスを育んでいるんです。お金というのは結構流動的ですから、状況によってあったりなかったりしてしまうことがあるんですが、どんなにあなたがどん底になったところで知識と経験とスキルというのは何回でもあなたを這い上がらせてくれますので、自分がビジネスをするための投資というのはぜひやり続けてください。またですね、ここでちょっと補足させていただきますと、先ほど固定費は下げてくださいねっていうお話したんですが、投資の流動費は下げないでください。例えば投資のために本買いたいんだけれども、なるべくお金節約しなきゃいけないんだよなってなったら、その情報入んないわけですよね。他にもちょっと人脈探しのためにバーに飲みに行こうとなった時、その飲み代ケチったら結局は自分が損しますよね、長期的に。もちろんその流動費だから投資だからって使いすぎて生活を圧迫してしまってはまた困るんですが、固定費はケチって投資である流動費っていうのはなるべく使うってことをぜひ意識してください。発達障害を持ってますと、なかなか仕事が合わないとか、ずっと勤められてないなんてことから貧乏になってしまいがちです。ただ今回お話した消費、浪費、投資を意識していただいて、自分はなるべく投資に使おうと、そして自分のビジネスを持つために固定費は下げて流動費というのはケチらないようにしようということをしていってください。僕は普段このように発達障害を持った方の人生が良くなるような動画を毎日投稿しています。より多くの人が幸せになるように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また僕は発達障害カウンセラーですので、仕事辛くて本当にどうすればいいのか分かんないとか、お金が稼げなくてどうしようなんて方は1対1でカウンセリングさせていただきますので、ぜひホームページからお問い合わせください。本当お金ってね、ないとすごい精神も病んでくるんですけども、自分はこのスキルがあるから何だって這い上がれるっていうものがあれば、メンタルはとても強くなりますので、少しずつそういったものをね構築していってください。あなたの幸せや成功を心より応援しております。以上、和樹でした。